はい、皆さんこんにちは、ちでございます。第5回時代、やっていきましょう。実はこれ収録2回目です。撮り直ししています。この後ね、すごくね理不尽だったので、まあとりあえず行きましょうか。もう積むだけ積んだので行けるはずです。で、もう戦える準備はバッチシなんですけども、これで、できれば戦いませんさっきまで前のパートはね戦う気満々だったんですけど、戦ったらとんでもないことになりましたもう全然勝てませんまあ私が分かってないのもあるんですけど、いやでもそれだけじゃない気がしますね。明らかに単純に何か、数式でもういける、逃げれる、おお逃げれた、おー素晴らしい。無理か。あ、逃げれてるわ。おお、逃げれてる。あ、じゃあみんな解雇しよう。いや、うわー、すんごい追っかけられてこられてる。これね、全然勝てませんでした。これ画面が切り替わったらとりあえずなんとかなんのかな。いっぺん、どうなんだろう。多分ね、見られてる方はね、戦ってるとこ見たいなって思うと思うんですけど、もうね、とんでもなかったので、あ、じゃあこれから始めない方がいいのか。こんなのダメだ。もう重なってんじゃない。どうすりゃいいだろう。とりあえず寄ろっか。もうね、食欲ガンガンに減っててでしょ。これね、あ、でも戦った方がいいのかな。そうか、一品戦おうか。それかね、それか、あれできんのかな。調査、交渉ね。あ、近くにいないとできないのか。二艦隊安勢。二艦隊？我々の、あ、びっくりした。2番目。交渉ね。貴様の話すことなどないわ、と。もろに、喧嘩を売られてきてるんですよ。なおです。いや、まあ、これ、一遍戦おうかな。もうね、ボッコボコにされましたんで、多分もうダメなんでしょうけど。よし、とりあえず、ああ、いや、待てよ。中入ろう。ああ、でもあれかな。ああ、戦った方がいいのかな。あ、戦っちゃった。もう全然ダメです。一回やってね、私もある程度分かったんですが、あと、退却ができないですね。でね、私の方が人多いと思ったんですけど、あ、これなんかバラバラだな。私がやった時はね、ああ、でも人数的にあれだね。はい、カルロスだ、と。これがね、で、向こうの方が早いんですよね。でね、ああ、もう減り方全然違うもんね。全然減り方が違うので、勝てる気がしませんね。移動で、うわあ。ちなみにこういって、もう無理だね。これじゃ打てないでしょ。おう。で、こうか。あ、ほんで打てんのか。はぁ。これ3番落ちの味方ですね。で、これに対して5番に打つでしょ。5番これです。60分の84。これ、右側は人ですね。左側は耐久力なのかな？打つでしょ。60分の84が全然減りません。ね。あ、53まで減りましたけど。あ、砲撃したらあれか。耐久力が減るのか。で、人が少しだけ減って、ということなので、5番を集中してやりたいね。移動で、こうしたら、打てないかい打てないのかいこれ。打てないね。これじゃダメなのか。おー、カルバリン砲積んでんだけどね。おい、
おいおい、もうわけわかんないや。で3番、これもこうして、打てないよね。こうして、ああ、打てんのか、ここで。いや、ここには打ちたくないんだけど、まあいっか。よくわかってないね。もう多分これはね、あのゲームオーバーになると思うんで、もう先言っときますね。ゲームオーバーになると思います。でこっちが集中砲火浴びてんで、移動しましょうか。で切り込み、あ、もういきなり切り込みになってんのか。これは集中した方がいいんだね。50分の56、3、あ、50分の56、ここ人数少ないんで3番手いっときましょうか。4人しか減ってません。4番手30人ぐらい減ってますね。もうわけわかんないや。で5番手はカノン砲持ってるんですね。こっち行っても、はあ、で切り込み、やだ、ああ、もう切り込みしかないんだこれ。ああ、8人減りました。これは多分切り込みやると絶対ダメなんだね。かなり砲撃して、とにかく向こうの3番手を集中砲火しましょうか。でまた移動、あ、これ2番手これか。ういうい。で3番手、ああ、回答して、これなんで左行けないんだろうね。なぜか下しか行けません。あ、機動力が足んないのか。そういうことか。もう切り込みし合うと絶対ダメですね。よいしょよいしょ。あー、でこっちは砲撃できるんですけど、あー、5番にしかできないのか砲撃。移動でこっち行ったら、あー、無理なのか。どうなんだろう、ちょっと待った方がいいのかな。わかんないね。で砲撃かましましょう。もう私はこの3番手集中砲火ですね。ああ、あんまり減らない。移動、こういって、あ、打てないね。ああ、わかんないや、全然。移動で回り込まないといけないけど、全然回り込める雰囲気がないね。ああ、風関係あるのかな。移動、それかなんかね、この青い部分しか動けないのかな。こっちの部分とか動けないのかな。そんなことないと思うんだけどね。あ、でも動けないね。ああ、いや、これすんごく大変だわ。こっち全然勝手が分かんないからね。移動しましょう。あ、これでもう打てないんだね。あ、これで打てるのか。分かんないな。でもさっきよりは全然マシです。さっきというか、あの、私が、あ、もう動けない。え、ちょっと待って、動けないのはどういうこと。移動、あ、もう2番手終わってる。わあ、わ、意味わかんないわ。全然意味わかんない。あ、これ撃てんのか。この位置に入ったらいいんだね。これは攻撃できんの。あ、できんのか。あ、2番もちょっと弱くなってきてるんで撃っときましょうか。防御力は多分、ああ、これまた左しかいけない。意味がわかんない。なんで右に行けないのか。ああ、味方の船がいるからか。で、こうなった。あ、もうここまで行ったらこれ動けないの？おー、意味
が分かんないね。で、この3番手で移動おうで砲撃で3番もう砲撃しかないね。移動おお、なんで左に行けないのかがさっぱり私理解できないんですよ。これなんでここに行けないのか全然理解できないな。ああまあいいや。あとこの2番ね。ああでもこれもう15分超え、まだ超えてないね。これ移動できないんでしょ、ほら意味が分かんない。じゃあ逃げれないの。あ、今ので終わっちゃったもん。意味が分かんない。もう全然意味が分かりません。せめてでも3番手は落としたいね。1エイド、これで、お、これも攻撃できないんだね。5番をあー、もう反戦が大嫌いになりそうだな。もう意味わかんない。移動でこうして、ほらもう攻撃できない。わかんないな、これどうすればいいんだ。停戦したらいいのか。意味わからん。おい、どうなってんだ、光栄、これ、本当に。ああ、もう、私の方が先沈む。あ、でも、とりあえず3番は沈めちゃおう。ね、あともう7人だね、3番って。でもこれ、私切り込んでも3、切り込んだところでね、多分ダメなんですよ、全然。あ、そうか、18人か、しまった。で、砲撃でしょ。もうこれ集中した方がいいんだろうね。移動でこっち、これ砲撃できないの。もう分からんわ。意味分からん。やっとえこれはな、逆になんで砲撃できんだ。なんでさっきのここがダメなんだ。なんでここがダメでここが砲撃できない。意味分からんわ。これどういうことだろう。それが機動力がなくなったからそのモードに入ったのか。わからんわ。まあ、マニュアル読めってことなんでしょうけど、あ、沈めたわ。これ形勢逆転できるのかな。で、今度こいつがもうどうしようもないんです。こいつどうすればいいの。情報もう旋回消費3、カノン砲20も。こいつカノン砲持ってんだけどね、カノン砲持ってんだけど方向変えれないんです。あ、なんか変わった。え、何、どういうこと。意味が分からん。私の船ボロボロだ。移動で、そっち行っちゃうのか。これ展開、その場では展開できないって言いたいんだよね。ここで止まったら砲撃できんの。あ、できるわ。そういうことか。次は2番艇がいいんだね。あ、これ味方だ。あー、ダメだこれ。あ、すごい、もうなんか血が下がる。あー、敵が緑なんだね。で、私はこれで止まったら撃てんでしょ。あ、撃てるわ。あ、なんかだんだん分かってきたけど、もう時すでに遅しだね、これ。もう1番艇がめちゃくちゃ減ってるので、落とすとしたら5番か。5番と2番集中か。移動ほいで、これも、はー、あ、こで回れないのか。1番手逃げてんね。おい、あ、撃てる。で、移動。ああ、こうやって回っていけんのか。なんかまたダメな感じになってんね。で、旋回すんのに3使うってそういうことか。ああ、わかった。これ、旋回する移動力が足んないんか。なんかわかってきた。わかってきたけど、じゃあどうすんだって話なんだよね、こっからね。
おお、もう一番手ボコボコだ。移動しましょう。これこのままじゃ、おお、そうか。え、これ機動力落ちてんのはあれにもよるのか。ああ、もうボッコボコの機動力になってんだ。ああ、なるほど。で、これも、こう、こうして、こうしたら、あ、撃てるわ。ああ、なんか見えてきた。だこれも、移動して、こうして、いや、切り込みじゃなくて、あ、撃てないのか。隣接する船があると撃てないんだな。ああ、そういうことね。で、機動力足んない。なんで5あるから、まあ回転できると思うんだけどね。しけてるって言いたいのかな。まあいいや。で、2か、そうだね、2をやっつけよう。移動ね。よいしょ。あ、沈んじゃった。あー、すごいわ。はい、というわけでね、ちょうど時間も良くなりましたね。あー、ちょっと分かってきました。あー、でもなんか苦手なタイプだ、これ。めっちゃくちゃ苦手なタイプだ。あー、あー。まあ多分ね、この後ね、皆さんからいろいろコメントいただけると思うんですけど、これここで止めた方がいいのかな。でもね、取りだめだったらあと1話なんですよね。どうしよう。悩みだ、悩めるね、これ。あさあ、どうすべきなのか。戦い方がまず、ダメだということだね。もっと一つ目の、積まないといけないのかな。あと、砲をもっと、でも敵めちゃくちゃ強いじゃない。ああ、多分、砲が足んないんだね。これは切り込みでは全然歯が立たないんですよ。これは多分あれですね、船長の問題があると思うんで、あ、どうした方がいいだろう。また次回戦おうかな。いや、もうなんかね、もう戦う私この後ちょっと別のゲームやってね。いや、1回目、そうそう、1回目防護された後、別のゲームで敵バッカバカにしてあげましたね。つらい。まあ、というわけで、これで終わっておきます。次どうしようかな。巻き戻してもいいんだけどね。いや、巻き戻してもいいんですけど、結局追われてんのは変わんないんですよね。追われてんのは変わんないので、もっと一つん、いや、でも結局一つんでも仕方ないんですよね。砲撃でやっつける。もう切り込みだったらまず勝てないので、砲撃でやっつけるしかないと思えば、そうか、ちょっと、ああ、でもこれ、詰める砲台数、もうめちゃくちゃ少ないんですよね、私。勝てんのかな。しかもこれね、いっぺんゲームオーバーになったらリセットしかないんですよね。何をあ、そんなことないわ、ごめんなさい。嘘言ってました。あれ？あ、でもやっぱそうだね、リセットだね。あの、今、リターンキー押して聞いたんですけども、それだけですね。よし。あ、終わらないと。というわけで終わっておきます。どうもありがとうございました。